ジアンです、明治安田 J1 リーグ第22節、川崎フロンターレ戦のねレビュー喋っていきたいと思います。結果は引き分けだったんですけど、軽くスタメンの方を見ていくと、まあジュビロの方はね 4-4-2 で、金子選手がスタメンで左サイド入っているっていうような感じで、フロンターレの方は予想スタメンと比べるとエリソン選手がやっぱまだねベンチ外っていうところで、小林優選手がスタメンで、あと大島選手がねスタメンで出てきてたっていう感じですかね。はい、感想を交えてちょっと振り返っていくと、スコアは2対2の、引き分けというところで、まあ勝てなかったけど負けなくてよかったなっていう、そんな試合だったかなと思うんですけど、まあ個人的にこの試合ジャーメイン選手とペイショット選手のね連携というか絡みがねすごい抜群に良かった試合じゃないかな。結構ペイショット選手が競って、そのこぼれ球をジャーメイン選手がね回収して、まあチャンスつなげてくっていうような、結構相手にしても、結構この2人の攻撃は、まあ、圧を感じたんじゃないかなっていう、そんな2人の連携がねすごく良かったんじゃないかなっていう試合だったと思います。ただ後半あんまボール触れなかったかなっていうのはあるんですけど、で次が後半の入りからはなんか前半とは全く違うチームにっていうのは、まあ個人的な印象ですけど、後半戦というか、後半はなんかもう前節の浦和戦のようになんかすっごい自陣のゴールに押し込まれてプレーしてたっていう印象で、ボールを全然持てなかったっていうのもあるし、もうまあボールに対してまあなんっていうのかな、結構自陣でなんかボール回されたような、自陣っていうのまあジュビロのね陣地の方でボール回されて、結構サイドに最初ボール振ってきて、そこでいろいろまあパスで崩されたりドリブルで、まあでもフロンターレ結構ドリブルで切り込んできていたイメージで、まあそこでね中サイドの選手が中入ってくると、マークだった時誰が当たるのかとか、その辺がちょっとねごちゃごちゃって崩されて、2失点目とか特にね、まあシュートもあれはすごいいいシュートだったと思うんで、あれは打たせたのがもうまあダメだよねっていうような感じでした。で3つ目が川島選手の途中交代からの、杉本選手の、ね、デビューっていうことで、杉本選手ね後半川島選手が失点した時に足を痛めて、まあ、交代して入ったんですけど、まあ、急遽出番っていうところで、まあ、緊張もあったとは思うんですけど、もう杉本選手キックがね すごい飛ぶなっていう風に思って見てました。まあ弾道が結構山なりなだから飛んでるように見えるのかあれですけど、結構ペイショット選手にいい感じで合わせるようなねロングキック蹴れてたのかなって思って杉本選手見てました。まあ失点のとこは相手のシュートがうまかったっていうのがね、まあちょっとまあブラインドになってたのもあったりして、まあちょっと失点シーンはしょうがないというか、まあキーパーだけの失点ってわけでもないシュートだったんで、まあデビュー戦でね失点っていうところでちょっと苦い
デビューだったかもしれないけど、まあ今後につながる大きな一歩というか、うん、試合だったんじゃないかなって。で、川島選手の怪我の容態がねちょっとわからないんで、次節も杉本選手なのか、まあ、次坪井選手、三浦選手、坪井選手と三浦選手の状態もちょっとわからないんであれですけど、まあ坪井選手と杉本選手になるのかな。三浦選手ずっと出てなくて、今どういう状態かっていうのがちょっとわからないんで、まあ川島選手出れないってなると、まあ杉本選手が出るのかなっていう、そんな感じです。まあただね、まあ杉本選手もうどんどん試合出て、もう離れ、もう経験しないとね、そこは、その経験っていうのは埋まらない、試合に出ないことにはね詰めないんで、どんどん出て、まあ失敗もあるかもしれないけど、そこをねどんどん成長していってもらえればなっていうような感じです。で、まあ総括的に言うと、まあ前半はね先制点も取れて、ちょっと日本語おかしくなっちゃってるけど、取れたもののって書こうとしたんだけど、後半開始直後からずっとボールを持たれて攻められる時間が長かった。で、逆転されてからの同点は大きな勝ち点を拾った。で、次節からね湘南、京都、新潟の3連戦を、まあ、必勝でいい形で8月11日の三高祭鹿島戦をね迎えたいってことで、まあここのドローの勝ち点1をポジティブに取って、次もう順位が近い湘南、京都、新潟の3連戦なんで、で湘南戦はアウェーですけど、もう現地見に行くっていうところでチケットも購入したんで、この3連戦、まあ、新潟戦はちょっとねアウェーで平日で行けないんで、湘南、京都はねもう現地観戦で、もう勝ち点3だけ、もうどんな形でもいいんで勝ってほしいっていうのが本音ですかね。もう内容はどうでもいいから、とりあえず勝ち点3、そんな感じです。で、8月11日、まあ3連戦3連勝してね、8月11日鹿島戦エコパってなればね、だいぶエコパも人入ると思うし、でそんなたくさん入った人の中でもう雰囲気をね作れば勝ってくれると思うんでね、まあこことにかく次の次節湘南戦で、京都はね補強がなんかもうやっぱこのままじゃまずいってことで、外国人選手、センターフォワードはもう決まってるのかな、でセンターバックももう間近なのかな、なんで多分ジュビロ戦出てくるってなると、初ゴールとかね、 J リーグ初ゴールっていう、まあ、初物はちょっと気をつけてもらって、うん、で京都戦の後ちょっと間、まあ、空くけど、ランス戦があっての新潟かな、なんでまあとにかく、湘南戦とりあえず勝ち点3をお願いしますっていう、そんな感じです。はい、ベストプレイヤーはもう山田選手、もう最後ね意地の魂の、まあ、ゴール、まあ山田選手だったからこそあそこに走り込んでたのかなっていう、まあ、ソンギョン選手がねあそこを滑ったっていう、まあなんかコメント見ると、最初バックパスを手で取ろうとしたのをキックに切り替えようとして滑っちゃったのかなと思ったんだけど、まあ本人曰くもともと足で行こうとし、キックで蹴ろうとしたのを滑らしてたっていう、そんなコメントがあったんで、まあ単純に、まあ、足を芝に取られて滑ったり滑って転んだっていう、そんな感じみたいですね。で、まあただね
あのシーン、ジャーメイン選手がもうゴールもう意地でも取りに行った結果、まあ、山田選手のところにねボール転がってきたっていう、そんな、シーンだと思うんで、山田選手のボランチももうまあ、ありかなって、うん、まあドイツでもやってたと思うしね、まあちょっと今のフォーメーションというか2トップってなると山田選手をボランチで使うのもありかな。まあ山田選手ボール簡単に取られたりとかしないし、まあ川島選手が次節出ないってなるとゲームキャプテン的にもやっぱり山田選手フィールドにいた方が落ち着くかなっていう、そんなところもあって、まあ上原選手か山田選手ってなるとは思うんだけどね。ゴメス選手はちょっと外せないかな今の感じって感じです。で順位表の方は、引き分けっていうところ で今節、鳥栖、京都、湘南、下位の3チームが勝ったっていうところで勝ち点がねもうすごい混戦になってる、もうまあ得失点差が結構開いてるから降格圏まではいかないんだろうけども、京都とね勝ち点は並ぶ可能性があるっていうところで、で次節は19位の湘南なんで、もうここは勝たないと、ここ勝ってなおかつ次の京都勝って残留じゃない降格圏から離れたいなっていう、そんな感じです。はい、ウィナーの方、まあ引き分けは勝ってないっていうところでマイナス47,100円、まあ次節、最悪5万円突破しちゃうっていう、そんなちょっともうね取り戻すのが相当きつい状況になってます。ちょっと一発狙いに行くか、もう こまめにコツコツ取り戻していくか、ちょっとねそこの選択重要になってくるかなって、そんなところです。一応今回買ってたのが 3-0 と4点以上だったかな、あと3-2も買ってたか、 3-2 か 3-1 で、ジャーメイン選手がね前半入れた時はもうこれもらったかもって思ってたんだけど、まあそんな甘くないよね、そんな感じです。はい、でちょっとねまあもう知ってる人多いと思うんですけど、小川大輝選手が、ジェフのね方に、期限付き移籍っていうところで、まあちょっとジェフのツイッターの方を拝借させてもらってるんですけど、まあ小川選手がねちょっといい映画だったんで、いい写真だったんで、そっちを使わせてもらいました。まあジェフの方はね田口選手もいるし、ドゥドゥ選手、まあエドワルド選手かもいるんで、まあすぐフィットするんじゃないかなって、まあ両サイドできる貴重なねサイドバックっていうところで出番も増えるだろうし、まあちょっとジェフのね試合も追ってこうかな、そんな感じです。まあ小川選手ねジュビロ一筋だったんで引退までいてくれるのかなって勝手に思ってたんですけど、まあ試合なかなかね今シーズン絡めてないっていうところもあって、まあ自分がもしサッカー選手だったらまあ試合出れる方を選ぶかなっていう、なんで小川選手のね、まあ、ジェフでの活躍も、見ながらジュビロの方も応援していきたいなって、そんな感じです。でもう一つ隣のジュビロカフェって書いてある方なんですけど、まあこのフロンターレ戦
もうすごい暑かったんで、このジュビロカフェっていうところでエアコン効いたね、まあカフェで、あのメインスタンドの裏っていうのかな、誰でも入れるんですけど、そんな多分知られてないんじゃないかな。知ってる人はまあ結構いるとは思うんだけど、基本的にバックスタンド座ってる人とか、そんなにジュビロスタジアムじゃない、ヤマハスタジアム来たことない人は多分ここのカフェの存在知らないと思うんで、まあ誰でも入れるんでね、暑くてエアコン効いた部屋避難するときはここ行って、ここでドリンクとか食べ物もフードも売ってるんで、軽く涼んでから試合見に行くっていう、そんな感じで活用してます。で、あと右、一番右下の写真ですけど、あの前回、前々回かな、あのホーム10試合行くと、あのグッズが特典がもらえるっていうところで、まあもらえる、会員になってないともらえないんですけど、会員でもなんか、なんだったかな、会員も種類あって、もらえる会員ともらえない会員があって、まあもらえる人はね、あの使い方というか、やっとこれ何に使うんだって思ってたのが、最初1回目2回目3回目でもらったキーホルダーをかけれる、あのちょっとあのロッカールーム的な感じのスタンド、アクリルスタンドっていうようなことで、あの特典もらえるところでちょっと写真があったんで、あ、こうやって使うんだと思って、それが分かったんで一応紹介しときました。はい、次節ね、湘南戦、まあ、現地行くつもりですけど、今のところ曇りかな、雨降らないでほしいんですけど、まあ補強のね、方も登録できるようになって、でちょっとさっき話忘れたんですけど、あのジュビロカフェで、あの噂のイスラエル人の人、それっぽい人見たんだよなっていう話をちょっとし忘れちゃったんですけど、いや本当にイスラエル人のあの助っ人の人かどうか確信持てないんで、まあ断言はできないんですけど、多分そうじゃないかな。ただあと見たことあるダイビングっぽい人もいたんで、まあ間違いなくもう入るんじゃないかなっていう、なんで湘南戦じゃなくてフロンターレ戦の時にあるのヤマハにいたんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、まあでもまだね公式の方で発表ないので、まあそれがあるまではちょっと確信は持てないんですけどね。まあちょっと補強の方も待ちつつ、次節湘南戦、現地行ってみたいと思います。初めて湘南戦現地アウェーか行くんで、一応バックスタンド、結構湘南はアウェイユニフォームというかアウェイグッのグッズつけていい席がね広いんで、まあビジター席がもう完売してたっていうのもあって、ゴール裏かな、なんで自分はバックスタンドのジュビロのユニフォーム着てもいい方の、バックスタンドの S かな確かをもう買って、2人分買って、現地観戦していきたいと思います。ってことで、また次回、湘南戦のプレビューは金曜日の夜、また動画出していきたいと思います。それじゃあまた次回の動画、もしよければ見てください。それじゃあまたね、バイバイ。